はい、皆さんこんにちは。ハンディカムをですね、こういったジンバルに乗せたいという方ですね、ぜひ、この動画をね、ご覧いただけたらと思います。当店 YS イメージでは、このモザエアクロス2というジンバルを中心にですね、ハンディカムで、より安定した映像を目指そうということで、かつてですね、ビデオカメラをジンバルに乗せてですね、様々な映像作例を撮ってきました。で、そういったあの過去のアーカイブをご覧いただいてですね、その、まあ、ミラーレス一眼とか一眼レフじゃなくて、まあ、こういうねビデオカメラの層の方々って非常に多いんですよね。そういった方々に問い合わせをいただいております。特にね高齢の方なんかはね、一眼とかミラーレスよりも、まあ、こういうねビデオカメラハンディカムなんかを使われる方が多いです。で事実若い方もですね、運動会なんか行くとですね、うち子供3人いるんでね、やっぱりねみんなね小型なこういうビデオカメラを持っていますね。はい、でそういった方々は、まあ、やっぱりねもうちょっとあの子供を安定して撮りたいと。もちろんそのビデオカメラ単体でも、まあ、手ブレ補正機能っていうのはついてるんですけどね。はい、で、まあ、こういったジンバルをおすすめしております。はい、で今回もですねお客様よりね、まあ、頻繁にご依頼いただくんですが、今日はこのビデオカメラ用に事前セッティングセットアップをして発送するという当店オリジナルのサービスをね施している様子を皆様にご覧いただきたいと思います。はい、当店でねお買い上げいただくとですね、このようにモザイアクロス2これ新品ですね、これを出荷する前にファームアップだったりとかフィルターとかね、あとこういった受け側のこのプレートの調整だったりとかね、調整というか今ね私これでね、はい、あのレンチで外しました。まあ、そういったところを細かくやった上で発送するお届けするといったことが可能になっております。ですのでとにかくねこのビデオカメラでいち早くジンバル映像を楽しみたいという方はですね、ぜひとも当店 YS イメージに丸投げしていただければですね、いろんな形で発送が可能です。例えば、まあ、ハンディカムビデオカメラ自体を当店に事前に送っていただいて、でセットアップしてバランスも取って発送することも可能ですし、はい、このバランス取りっていうのがね結構最初慣れない方は難しいんですよね。でいろんな落とし穴があったりとかして、まあ、私これ日頃ずっとやっているから慣れてるけど初めての方はね戸惑うと思うんですよね。でそのあたりを、当店の場合は、まあ、解説ビデオがついていますので、それを見ながら、セッティングすることも可能ですし、まあ、私にね、丸投げしていただいて、このようにね、まあ、事前に、まあ、あらかたのビデオカメラ用のセッティングっていうのがあるんですよ。何かっていうと結局ねビデオカメラっていうのは前後に長いですよね。ミラーレスと違ってこのボディというかね、はい、これが軽いんだけど前後に長いっていうね、まあ、特殊形状をしているんですね。はい、まあ、そういった関係もあってですね、まあ、このように、特殊なセッティング、ちょっと特殊なセッティングっていうのが必要になってきます。はい、まあ、具体的には簡単に言うと、モーターパワーとかフィルターっていうのをね、はい、調整することにはなるんですが、まあ、そのあたりのサポートっていうのが、ジンバル初心者の方だとなかなか分かりづらかったりするんですね。はい、であとビデオカメラで、問題となってくるのはよくねあの小型のビデオカメラをジンバル載せたいということでうちで扱ってるミニ P ジンバルですね、ああいったものを、まあ、ハンディカムお使いのハンディカムちっちゃいやつね乗らないかということで相談いただくんですけど、いやなかなかねこのビデオカメラっていうのは前後に長いから干渉してしまうんですよ。つまりここに干渉するんですよ。このアームの部分、このねアームとかここの部分に当たっちゃうので、実際に運用っていうのはかなり厳しいと。でそんな中このモザエアクロス2っていうのはビデオカメラを載せるには最適な、はい、まあ、必要最低限の重さじゃないかなっていうふうに思います。私みたいにねこうやってジンバルの調整、まあ、あの年がら年中やってる人がこうやって調整をするとですね非常にこう楽にねセットアップができます。はい、まあ、このね、バランス合わせっていうのを、まあ、いち早く
慣れていただくためにも、解説ビデオを見ながらですね、はい、これでもうねバランス合ってます。であとね、ここに、まあ、このアームを動かしたりするじゃないですか。でその時にね、なんていうかな、このクリアランスが狭すぎると、それは、機械としてはね、ジンバルとしてはすごく性能はいいんですけど、スライドがしにくいとか渋いとかっていうのがあったら、そこは、油をねシューって刺して、まあ、滑らかにするような、まあ、そういうサービスも、うちで、ご依頼いただけたら、行うことも可能です。はい、まあ、今回はねそういうことせずに、今バランス、セッティングをしました。新品なんで、こういったね、はい、シールを剥がしてということもやらせていただきます。で、初めての起動をして、もうこれ今バランス合ってます。はい、イングリッシュで、やるわけですけど、まあ、ここでねオートチューニングをやるわけですが、一旦電源オフにして、これもねうちでやらせていただくことなんですけど、アプリで最新のファームウェアにアップデートをするということ、これもねお手伝いさせていただきます。はい、デバイスをアップグレードしますか、はい OK ってやったらね、進捗今 0% ですけど、まあ、数分間で、これ、アップデートをすることが可能です。はい、なので、まあ、最初初期導入に伴う、まあ、なんやかんやっていうのをうちに丸投げしていただいて、でお使いのこのビデオカメラを解説ビデオを見て載せて、で解説ビデオ通りにバランスさえ合わせればすぐね、ベストな状態でお使いいただけるということになります。特にねこういった小型ハンディカム、小型ハンディカムね、これちっちゃいですよね、手のひらサイズの、こういったものって、軽いものをジンバル乗せるとね、ブル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 震えてしまう可能性があるんですよ。でそのあたりが最初はね、馴染めなかったりとかして、はい、まあ、当店みたいなサポートなしにいきなり、まあ、どっかで買って、でもう震えまくっちゃって使えないっていうね、まあ、そういうご相談よくいただきます。ただまあアフターサポートとしては、まあ、あくまでね当店ご利用のお客様に限るということなんで、まあ、とにかくねこのビデオカメラとジンバルを、合わせて使われたいという方はぜひね YS イメージにご相談ください、ね、電話でも受けたまりますし、メールとかね、まあ、あと、ビデオを作成してご説明することもあります。まあ、基本的には解説ビデオをね、見ていただけたら、まあ、それで十分かと思います。はい、まあ、今ねこれファームアップやってます。はい、ちょっとしばらく待ちましょう。はい、終わりましたね。はい、電源切って、で、まあ、こんな感じでねファームアップをさせていただきます。でその後オートチューニングですね。はい、まあ、一旦オートチューニングやるんですけど、このねオートチューニング今これやってますが、モザイアクロス2のオートチューニングって、まあ、そこそこ優秀だとは思うんですけど、このハンディカムっていうのはちょっと例外で、前後に長いという特殊形状というのも相まってですね、このオートチューニングそのままだとうまくいかなかったりするんですね。はい、ですので、このハンディカムの重さに合わせて、はい、今ねこれオートチューニング終わりましたが、多分ねほら振動してるでしょね、これは良くないんで、私が、そこで調整すると、オートチューニング任せにはしないと、言った形になります。はい、今ですねこれでねセッティング終わりました。はい、ちょっと動かしてみますと、まあ、このようにですね、はい、自由にビデオカメラをね、まあ、お使いいただくことが可能です。で、カメラの機種によってはね、まあ、このカメラコントロールケーブルが対応してたりとかしてなかったりしますが、まあ、おすすめなのはね、うちでおすすめなのは、まあ、直接ねここいじってもらって構いません。ズームのレバー、そして録画ボタン、はい、まあ、ソニーのカメラだったらカメラコントロールケーブルつなげば、ここを押せばレックになるんですけど、まあ、結局このズーム使ったりとかしますし、あとタッチパネル使ったりもしますんで、だいたい私っていうのはね、このケーブルっていうのはもう使わずに直接レックポンって押して、で、撮影をする。でズームなんかはここ微妙なね、非常にこう使い勝手のいいレバーがついてます。はい、ですので、まあ、このような形でシンプルに運用します。はい、で、一旦スリープにして、取り外しをするときもこのようにね、クイックリリースクランプとプレートがついてますんで、即外して、でまた撮影をこのように再開ができると。はい、このように再開ができると。ね、これで自由に歩き回ったりとか、ズームで寄ってって、とことか歩いたりとかね、まあ、そういったことができます。もちろんね自撮りもできますしね。はい、で今度はね、まあ、これちょっと大きめって思われる方もいらっしゃると思いますので、果たしてねこちら
サイズの小さいミニ P ですね。このミニ P というジンバルはフルサイズも乗ったりするんですけど、レンズによってはね。じゃあこれが乗るのかっていうのをね、はい、ちょっとこちらで、はい、こちらで試してみましょうか。バランスを合わせることはできるんですよ、ね、こうやってひっくり返したりとかしながら、ほら、バランスを合わせることはできる。うん。ちょっと微調整はちょっと省略して、だいたい合っている状態に追い込んでおります。はい、じゃあこれでね、立ち上げますよ。はい、まず振動するね、振動するっていうのと、音聞こえますか、これ振動してますよね。で、あと当たるんですよ、ここ、これ分かりますかね、ここに当たっちゃうんですよ。これ一番ね、ちっちゃいタイプの FV50 だったかなというバッテリーを今使ってるんですが、これすごい、ほら、こんなに薄いバッテリーね、 NP-FV50 というバッテリーを使って、でバランスを概ね取ってもこうやって振動する、ね、条件によっては振動しなかったりとかもしますが、まあ、やっぱりね、何よりも物理的にここに当たってしまうっていうのが上下できないじゃないですか。なので、あの、先ほどのこちらのね、 AX40 みたいな中型のハンディカムはもう持ってのほかで、はい、全くね、このミニ P にはビデオカメラは乗りませんということになりますので、ご注意ください。ですので、こういう小型のビデオカメラもやはりね、こういうエアクロス2が必要になってくるという形になります。このエアクロス2ですね、お値段だいぶ今安くなっておりますので、特にね、スタンダードキットとプロフェッショナルキット、プロフェッショナルキットっていうのは電動フォーカサーがついてて、ここで、ね、電動モーターをね、駆動させてピントをね、微調整することができるというものなんですけど、ビデオカメラではそれいりませんよね、はい、こういうフォーカサーみたいなものいりませんよね。ですので、基本的にビデオカメラっていうのはスタンダードキット、お安い方で、十分です。はい、ぜひですね、このビデオカメラをお持ちの方ってすごく多いと思うんで、こういうね、一歩進んだ、はい、ちょっとこうワンランク上の映像を撮りたいと、記録映像を撮りたいという方はぜひ YS イメージまでご相談ください。はい、まあ、あの、いろいろ丸投げにしていただいても構いませんし、解説ビデオその他ね、アフターフォロー等充実しておりますので、ぜひともね、参考にされてください。まあ、このハンディカムに最適なこのモザエアクロス2ジンバル、商品説明欄にですね、この動画下の説明欄に商品リンクを貼っておきますので、ぜひ、覗いてみてください。はい、今日はですね、あの、宣伝の動画になってしまいましたが、あの、ビデオカメラの問い合わせが非常に多いということで、エアクロス2使われている方非常に多いということで、ハンディカム、ビデオカメラといったらこのモザエアクロス2がおすすめですよという動画でした。以上です。ありがとうございました。